JLCPCB の 3D プリントサービスで卓球ラケットを作って実際に使用してみた軽量化モデル。完成イメージはこんな感じ。クリップを塗装していきます。溝を彩色してカーボンラケット風に。軽量化した中央部分と上板を接着、彩色したグリップを接着していきます。ブレードとグリップを接着、ロゴプレートの研磨、製品ロゴの取り付け、ロゴプレートを接着して完成。打球感が少し柔らかくなりました。重量は 43g 軽くなりました。ラバーを貼って実際に使用してみます。外注で 3D プリント簡単で楽しいよ。よかったら試してみて。